腰打ちとかの。多分これマナ来るから。チーターチーターチーター、マナ買ってこれなんですけど、これ多分ね、外周から来るからワン買って、はい、ツー買って、え強くね、え真正面やったら絶対負けんねんけど、多分穴やれたらしいか。買っての買っての、くれがいいよ。まだいるんですか、買っての、まだいるんじゃないですか、買っての、オッケー、買っての、でかいよ。さあいいよこれ、ピンピン今ハトルできてる。買っての買っていっての、うわお、ブチブチにするぞ。はいどうもカメレースということですね、今回もなんと寝坊さあお前毎日寝坊しねえか。今日ね起きたのがあの昼の1時なんですよ。もうみんな動画出し終わってるなっていう話なんですけども、今回なんですけどね、なんとまあバトルパスですね、はい、こちらの方が来まして、一応このティア21の方で MX9 っていうね、まあこの無料でも手に入れるんで、皆さんぜひぜひね、これバトルパス進めて、この武器使ってみてください。でアタッチメントの簡単な紹介なんですけども、これねピースキーパーにめっちゃ似てるんですよね。このね効果がほら、プラス20とか、あとほらこれプラス15とかなるくせに、このねマイナス効果っていうのが結構少ないんですよね。まあこのレーザーもそうですね、はい、腰だめ上がるのに対し何もマイナス効果なしだったりとか、あと 40% 上がったりとか、まあ結構ピースキーパーと似てるじゃないですか。一応ねこいつ拡張マガジンと、あと大口径弾薬っていうのがあるんですよね。一応これ通常のマガジンだと、まあ全身4発キルなんですよね。ヘッドショットも33の、胴体も30の、そして足は21となっています。一応この武器、デフォルトの状態で12メートルまで、はい、距離減衰なしで4発キルすることができるんですよね。まあ中距離はまあまあの性能なんじゃないですか。そしてですね、大口径弾薬をつけると、この胴体と、あと頭のみが3発キル可能となります。一応これ上半身3発キルかと思いきや、この腕とかに当ててしまうと30となって4発キルになってしまうんで、まあ全身3発キルじゃないんで、これがまあ荒れるかっつったら、まあ微妙なところではありますね。というのがこの新武器の簡単な紹介なんですけども、今日はね普通にこれやっても面白くないんで、ご周知マックスカスタムやっていこうかなと思ってます。まあ一応このレーザーですね、はい、5ミリワットコンバットレーザーをつけることによって、なんと腰ダメがね 40% も上がるんですよね。本当にこれピースキーパーみたいな感じのアタッチメントじゃないですか。そしてストックは軽量ストックとなっています。はい、 AMG の移動速度アップなんですけども、アジャイルストックにするとこれね腰ダメ打ちが 20% 低下してしまうんで、今回その腰ダメマックスということでですね、まあこういうような感じのカスタムとなっています。この MX9 のこの評価とかもですね、ランク待ち中に今紹介しますんで、ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは早速ランク待ちいきましょうか。レッツゴー、ブチブチにするぞ。ほなほな早速やっていこうじゃないの。これ我らのニュークタウンがですね戻ってきました。もうサーマイトで除雪した甲斐がありましたよね。やっていきましょう。で今回この新武器の紹介なんですけども、 ADS もねこの性能を紹介しつつ、射程とか威力もね紹介しつつやっていきたいと思いますけれども、ちょっと待って、これサーマイトが来いよ。前に上がっていこうぜ。いったこれいるから買っての、でかい。これでもう無理。これちょっと今回スモーク持ってきた方が良かったかなってね、言うて、そのこの雪が溶けてから結構狭くなってるんですよね。実際ね、この狭く見えるっていうか、狭くなってます、マジで。ちょっと待って、上がっていこうぜみんな。ほら俺大抵の、いや上がってくるこれ。いや火炎瓶ちょっと懐かしいな、火炎瓶未だに使ってるぞ。 おったんか。はい、ジャンプ。いや、無理か、それ。ちょ、待って、これ。なかなかもう、なんか、エリート頼るし、味方に。投げもんモバイル始まっていく。強、マジ。今の見た。もう入ったわ。こっから俺のもんよ。ナイス強いよ。外周から行ってるから、これは気をつけて。ワン買っての、さ、一旦これ入り込んでいっての。もうさ、こんなが入ったら勝ってでしょ。いや、無理か、それ。いや、向こうにいるよ、それ。向こう買ってほしいな。いや、これ、多分来るから。ワン買って、はい、次、ワン買っていく。そして、これ、UAV 出して、さあ、ちょっとカメさん、実況も頑張って。いや、無理か、それ。めっちゃエモってない、これ。俺のこと超警戒してない。いや、大丈夫、これ。で、買っての。いや、これ、前線押すのに最適かもしれん。いや、まあ、それからね、これ、クイックフィックスで回復されたら、ちょっと待って、こっから多分 B 切るから、なんかね、後ろから来てたような気もするんで、一旦これ見ていって買っていく。いやーこれ入ってほしいな、これ。いやいないから、ちょ待って、多分これいるけども腰打ちも使っていきたい。おお、強い強い強い。待って、ヘッドショット当たったんじゃねこれ。いやなんかね、なんか上にいるんですよ。いやーマジか、それ気合いの腰打ち発動できないか。まあ今回でそのフェネックがめちゃめちゃ多いんですけども、こいつにどう打ち勝つかっていうのが鍵なんじゃないかなと思ってます。さあお前ら焦ってきたんじゃないのこれ。敵オッケー出しての、一旦これ投げも防いで来てね。はあ！で、こっからジャンプで、いける。いける。おい、これいける。もう、こっから来てるって。ちょ、なかなか、このマップ、お前ら気合い入れろ。まあ、俺が一番気合い入れないといけないんですけども。さあ、ちょ、もう一回さ、建物の中入って、リスキルしていきたいところなんですけども、いるから、ジャンピング。当たんねえか。いや、それいけるよ、さすがに。ナイス。下打ちはやめてくれ。さあ、これ。
ほら、やばいこれ。ガンホーとのね、この組み合わせがバッチグーなんですよ。来てんな、まだ。出すわ、俺。ごめん。ごめん、母ちゃん、俺。ついに解禁する。勝ってーの。勝っ、ドーン、ま、ちょっと待って。いるから。勝ってーの。いや、もう一人いる、これ。ワンチャン、これ、中から来るんだけれども。ほら、今の強さ出たでしょ、これ。今の強み出たでしょ、これ。星打ちとかの。多分これ、まだ来るから。チーター、チーター、チーター。まだ買っていく。まだガスから。ちょ、こっからちょっと3人ぐらい削っていきたいところなんですけど、これ多分ね、外周から来るからワン買って。はい、ツー買って。え、強くね、え、真正面やったら絶対負けねえけど。いや、まだ来るよな、これ。一回あれ、スルーするわ。もうこれもスルーするわ、これ。立ち回りがバッチグ。買ってーの。え、これ。まだ来てんな、これ。うぃー、俺買ってーの。ナイス、買ってーの。これエグいって、これアドバンスも出たし、なんか28キロシーンの前半でエグない。ちょっと言い忘れてたんですけど、俺喉枯れてるんですよね。あの、前々から気づいてる人いたと思うんですけども、これね、結構声が苦しいっていうのは正直ある。あのさ、そういえばその思い出したんですけど、なんかその今シーズンドミネーションからファイアリングレンジとスタンドオフが消えてるんですよね。これマジで謎やな。スタンドオフとファイアリング消したのはマジで謎。ちょっと待って、これ来てるから、いや、いるけども。1買って、2買って、3買って、強すぎる。そっち、これまだ来るんじゃないですか、これ。外周から来とんな。いや、無理か。買ってーの。え、バカ強い、これ。まあ、あれはせんけどさ、まあ、言うてもな、フェネックの方が強いと思うよ。いや、無理か。じゃあこれ引くわ。引いて、多分これ下から来るんですよね。強すぎる。待って、落ち着け、ガムさん。これまだまだいっちゃうよ、これ。なあ、もう来るなお前、マジでこの野郎。もう核も狙ってたのに、その2文字が俺の中にあったんですよね。一旦買ってんの。なんかバチクソ強いね、これ。全然ガチカスタムとして使うん、これ。あれじゃね、これ。ちょ、待って、絶対爆発させてくれ、あいつら。絶対ロケランぶち込んでくれ。一旦あのやつとしていくわ。買ってんの、買ってんの、くれがいよ。まだいるんですか、買ってんの。まだいるんですか、買ってんの。オッケー、買ってんの、でかいよ。さあ、いいよ、これ。ピンピン今外できてる。買ってんの、買っていっての。うわお、オーマイガー、エグい、これ。かして、これで AD でしょ。買っての、でかいよ。まあ、プロ隊なんすけど、まあ、言うてさ、レジェンドと変わらんじゃんね。え、もうランクマッチなんかプロもレジェンドも変わんないんすよ。多分外周から来てるから。いや、無理か、それ。さすがにちょっといきりすぎた。もう45キロしてる、これ。大丈夫ですか。いや、枯れる。でもね、やっぱこの中距離とかは、フェネックのが好きかもしれない。今のは多分、性能じゃなくて、普通に、クイックウィックス。買ってんの。あ、でかいでかい。近距離はまあ、間違いなく負けない。うん、全然負けたわ。オッケー？買っていくよ、それ。買ってんの。クイック。買っている、枯れる、これ。オッケー？ちょ、今日ね、クイックウィックスないから、ちょっとね、回復。キルの回復がないんですけども、全然これ立ち回ることができてるわ、これ。やっぱガーホーとこれ相性がバッチグンなんですよね。もしかも今日ね、49キルもしちゃって。カメさん買ってんのってかよ。年打ちで、いや、それさすがに厳しいか。パターンに入ったら、いや、それはお前守ってくるぞ。いや、これは生きるけども、ハーン買って、ハーン買って、俺はハンサム。そしてこれはジャンピング。いや、いるよね、そこですよね。ですよね。オッケー、でかいよ。さあ、これは買っていって、ノー。オッケー。オッケー、ナイスナイス。そしてこれ、ビートって終わりですよ、これ。いや、そっちから来てるけども。いや、いるよ、それ。ナイスナイス。そしてこれ、こっから来てるから、ワン買って、ツー買って、そしてまだ来てるから。いやー、まあ、さすがにちょっとね、これ、フェネックに苦しめられたところあるんですけども。ちょ、待って、この戦力、今、その、プロ隊なんですけども、シーズン変わったすぐなんで、もう、ほぼレジェンド隊。で、この戦力。いいね。ブチブチにするぞ。ということですね、今回はこの新武器の MX9 だったんですけども、どうだったでしょうか。まあ、個人的にはフェネックの方が、まあ、流行るんじゃないかなと思っています。まあ、正直な感想を言うとね。ということですね、今回これで終わっていこうかなと思っています。これからもですね、こういったような実況動画、あと武器紹介、最新情報を上げていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。